皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月25日、12時8分。今、なんか、電波で、もう、かこちゃんって言いますね。秋篠宮佳子様。かこちゃんの声。やばいっていう声が。聞こえてきたんですけども、昨日の状況としてですね、一日遊んでいない状態がありましたと。で、まあ、睡眠不足の日でありましたと。23時過ぎぐらいにはもう眠たくなってたんですよ。で、天の神様へのお祈りとか0時00過ぎに行ったりとかしないで、もうこのまま寝たらいいやと。今日すべてのスポーツがないとは言いませんよ。だけども、今日大体それなりに世界で名前が通ってる種目といえば、僕の思い当たるところではゴルフしかないんですよ。そのアメリカのあのツアーで日本国内で唯一行われる ZOZO っていう内容のものなんですけども、けどね、ゴルフで打つ怪我しますで、ちょっとね、もうこれどこからどこまで本当なのか分かんないんですけども、今発生してる発生しそうになってるか発生しそうなのか21号の台風なんですけども、名前が婚礼いや、もうホームページ淡井圭介の歴の一番を読んでくれてる方だったら分かると思うんですけども、台風20号に関しても、その太平洋の、チャーミーっていう名前の台風が本当なのか、もうその時点でなんかもう嘘っぽいでしょ。台風がチャーミングなわけないじゃないですか。であとフランスでなんか強烈低気圧がもう高波に洪水も観光客はびしょ濡れて、これはもしかしたら以前あったものかもしれません。でイギリスにストームが接近、月曜にかけて嵐とか、あとキューバ全土で大規模停電、復旧にまた失敗、ハリケーン付近で作業難航もって、どれが本当なのかわからないんですよね。サーシャ多分まだ出てくると思うんですよ。で、何年かを書いてないんですよ。何月何日までは書いていて。で、そういう記事は全部フェイクかもしれません。で、ちょっとね、昨日の晩何があったか、そのまま寝ようとしたんですよ。もう電波でね、こちらの部屋も、この廊下とか走っていく人とか、階段ガタガタこう降りていく人とかいるから、真ん中の部屋で寝ようとして、で、真ん中の部屋、その台所の方の冷蔵庫のあたりからね、電波でごちゃ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 こう言ってこられるんですけども、それって、もうせっかくもう睡眠薬なしでも、ある程度ごちゃごちゃ言われながらでも、こう、ふーっと寝れたのに、やっぱりずっとごちゃごちゃの度合いで、起こされてと。で、もう、こっちとしてもね、で、今度、皇室の人たち、かこちゃんたちの声とかで、こう、ごちゃごちゃごちゃ言ってもらって、二通りの答え出してくるんです。会うとか会わないだとか、こっちも寝られへんからとか、体調とか。いや、それこっちやねんって。いや、やっぱりなります。それもずっとやられたね、どうなってくるかって言ったら、もう本当にね、今日も有馬警察署をね、竹中さんっていう人に、ちょっと相談聞いてもらってたんですけども、もうほとんど、愚痴を聞いてもらうような形になるんですけども、もうこれ本当無理ですよと。もうこんなことさえ、もう僕、11月にね、その、赤坂御所の方行こうとしてるんですけども、って。こうもう、いかんといたろうかなって、そう思いますって、本当に、国会議員の人たちから何から何まで、そうですよ。その河川水門開式ダム発電とかもそうですけども、結局、僕は全部ずーっと一人で支えてるでしょ。ガソリン車の生産停止だとか。そのオリンピック前に、東京オリンピックの前に相当抵抗したんですよ、僕の方が。で、やっと最近ね、候補地がどこにも見当たらなくて、で、ロシアに関しては、パリオリンピックに、不参加ということでね、国連議長の、
ちょっと待ってくださいね。名前が出てこない。もうその前の日も今日も睡眠不足だから、それプラス今ちょっと頭の中取られてるから、名前が出てこない。グレーテスさん。グレーテスさんが、まさにグレートな仕事としてきて。ちょっともう、精神的に耐えれないんで、ちょっと面白い話、話しますね。グレートな話でね、ロシアオリンピック参加しないっていう方向でね、あの話合わせてもらって、だから昔何十年も前に、あのロシアからヨーロッパの方にそのガス抜けを止める話とかね、多分フランスがオリンピックを開催するとか言い始めたから、もうやめとけっていう話でそうなったんだと思うんですよ。で、これもともとは、昔、1980年代ぐらいの、ロシアで行われたオリンピックの時にアメリカとかはボイコットしてるんですよ。で、これオリンピックってもともとどうだったかって言ったら、まあヨーロッパの、まあ10カ国程度ぐらいで、始めたものであって、で、参加人数とかも少なかったんですよ。で、それが第一次世界大戦ぐらいの頃ですかね。で、それで、一回解散して、で、また再びオリンピックが復活して、で、第二次世界大戦が終わった後、国連加盟国はまあ40何カ国ぐらいで、で、現在、190何カ国でしたっけ、で、いろんな国が参加してきて、もう選手だけで、1万人超えてますと。で、採算性も合わないのと、オリンピックを開いてしまったら、スタジアムとか体育館とか、やたらと作りたがるでしょう。で、それはもう、ものすごく、現実にマッチしてなくて、ある程度テレビで、少子化の話はしてますよ。昔、2人で1人の老人を支えていたのが、まあ、二人で二人を支えるだとか、二人で三人支える、四人支えるだとか、そういう話をずっとしてきたわけじゃないですか。だから少子化なのに、体育館があるのに体育館作ってるんですよ。神戸市の中央区で。笑いながら言ってますけども、やっぱりこれ怒るとき僕も怒って、今まで言ってきてしまったことあります。で、さすがにそれ、仮に今日僕は怒ったとしても、今日は金曜日だから、競馬とかないですからね、本当に危険な、競技、落馬とか本当に一番危険ですから、死者が出ても全然おかしくないですし、骨折だって本当ね、たまったものじゃない話ですから、本当にめちゃくちゃ痛いですよ。一回自分で開放骨折してみるって、その喧嘩ってくる連中とかですよ、本当に骨が折れて皮膚突き破ってくるんですよ。どれだけ痛いか本当に。だから痛み止めなしなんかだったら寝れないですし、本当に、まあとにかく昨日の晩ね、でもう結局無理やりね、その天の神アマテラスの大御神様に、世界中の人たちが安全でありますようにって、太陽神天の神アマテラスの大御神様にっていうお祈りをして、でもうホームページにも書かなかったんですよ。もうエシロンがあるからいいじゃないかと。僕もともとパソコン持ってませんでしたよと。そう、もう一時こういうこと書いてなくても、睡眠薬飲まなくても寝れてたはずなのにと。で、それなのに。もう書かなかったがゆえなのか何なのか、その、特にスポーツの勝ち負けに、当分関わりません、休みですみたいなことを記載しなきゃならないのか、もう、ルールが何なのか分かんないんですよ、本当に。本当に。おかしいでしょ。エネルギー使用して、例えばゴルフに関してもね、世界中飛び回るって、あんた一体何歳までゴルフしてんだよっていうような話じゃないですか。本当。フィギュアスケートでも何でもそうですよ。本当に大真面目な話言うと。でね、この間、何日か前に、近くにね、丸亀製麺っていう、うどん屋さんがあるんですけども、まあそこへ行った時に、従業員の者がね、皇室にかかったらダメだからとか言い始めたんですよ。そしたらすごい呪いとか僕に。で、正直腹立ち始めたんですよ。で、アルソックの警備員が横歩いていって、で、いつもね、真面目に、機敏に動いてる男性の従業員が昼間働いてる人がいるんですけども、そのものがね、どうやら店の外であるそこの人と話していたのか、まあ、店の中に入ってきた時に、本当に皇室にかかってるからとか、まあ何か言ってたんですよ。で、僕からしたら、いやだからスーパーコンピューターとか行政が管理してるんだから、それ全部やめたらいいじゃないって。
それがエネルギーの無駄なんだから、どうせ電波使ってるんだからっていう、このスーパーおバカな話。でも僕も我慢の限界が来たら、今までの動画でも言ってましたけども、大学行ってるやつの方がアホだと。海外留学とか始めるからって、まあだからこれ、カコちゃんに対して文句言ってるんじゃなくて、もうだから、もう、ニーサの前の言葉 N を取ったら ISO で海外留学生のことっていうことになってるんですよ。で、海外留学を始めるから、世界中飛び回る人たちが増えて、余計エネルギーが損失されるのであって、まあもしかしたら海外留学は第一次世界大戦、第二次世界大戦の、始まりの原因になってるかもしれませんし、で、これホームページでね、昨日の晩それ書かなかったのも、これ10月23日でしょ ?24 日の分消されてるんですよ。これもう上25日。もう本当にすぐ消されたりとかもいろいろあるから、もう僕ももう何理由かわからないんですよ。本当に。で、まあまあ、朝の7時半ぐらいから改造マフラーの、車が春山聖子線に来たりだとか、本当に、だからこれなんかこう、睡眠薬を売るための精神病院の手法、別に人間が意図してるんじゃなくてですよ。AI とかの稼働の仕方とかが。だからもう、何がどうなってるかもう全然わけわかんないんですよ。はっきり言って、本当に。で、で、今日、カコちゃんが会いに来ようとしてるんだったら、淡井圭介が衰弱して会えないようにしといて会いに来たとか、もしかしたらそれ別の人間も該当するかもしれない。昨日に関しても、まあ、神戸地裁に行った時なんですけども、帰りに永田駅で、元サッカー日本代表の本田圭佑らしき人物、顔めちゃめちゃ出たんですけど。あれ、最初パッと見た時に、うわ、金髪やって思って、ヤンキーだと。ちょっと前開けとこうかなぐらいなんですよ。で、なんかどこか見たことあるなと。顔めちゃくちゃなってる顔ですよ。テレビ出てるような顔と全然違う顔ですよ。でこう、反対側のね、ホームに、階段登って行ってたんですけども、その彼は。すごい、あれって。あいつ、こんだけ好きちゃうかと。で、あとは、こちらに帰ってきたとき、夜に買い物行って、23時30分ぐらいに、まあ、岡林から田尾駅の方向へ向かって歩いてるときに、買い物を行って帰ってくるときなんですけども、まあ、メガネをかけたスーツを着てる男性がね、またやとか言いながら、言った瞬間僕の方が頭なんか取られてるんですけども、その人を見たときに、あれなんか見たことあるなって思ったんですよ。で、その人が、ヴィッセル神戸の監督なのか、まあ、法律業界の人なのか、もう、よくわかんないんですよ。対象者が多すぎて、とにもかくにも、本当に。夜なんかね、特にそうなんですけども、2メートルぐらいまで近づかなかったら、顔なんかはっきりわからないんですよ。本当に。顔が変わる話とかもあるから。わからないものはわからないんですよ、本当に。で、自分の方から名前名乗ってくれたらいいでしょうし、僕は自分のホームページに自分の住所とか公開してるんですよ、電話番号とか。自分から電話かけたらいいでしょ。なのに、横通り過ぎてごまかして支払いをごまかす、もともとそういうスポーツ業界とか、顔がわかる範囲で言うとですよ。まあ、あとはまあ、顔がわかる範囲って言ったら新海誠監督ぐらいですね。あとは、ゲーム業界も相当支払ってもらわなきゃならない方ですけども、一部の会社は。ですけども、顔なんか全然わかりませんから、横田が通り過ぎられたって、何をしに来てるのか全然わけわかんないし、それするからエネルギー余計消耗するんでしょって、家でおとなしくしりゃいいのにっていう、まあそういう話になるんですけども。もう今日、やけになってね、もう今日は遊んでおきますっていうことを記載してるんですけども、今日も朝早くから起こされてるんですよ。けど、まだ今日まだ遊んでないです。で、これ、もう結婚問題もそうですけども、
から全員自分の名前と住所と電話番号を明かして僕に、連絡先をね、僕が明かしてたんだから僕の方に電話かけりゃいいだろうし、でそういうことをずっと行って、結局ほとんどの人間もテレビ局がいなくなってるんですよ。これだもう口裏合わせしていたとしか、そう受け止められてもしょうがないような形にしか見えないんですよ。だってもともとなんか30歳ルールとか言ってね、本当は30歳前から別の男性と付き合ったり同棲した連中ですよ、高島屋とか。本当ストレートに言いますと絶対そうでしょ。そうじゃなかったら30歳ちょうど結婚なんかできるわけないじゃないですか。それ付き合い始めたんだってそれ言えばいいじゃないって。でもうそれ今もちゃんと将来結婚する相手がいるからと、ちょっと手伝ってあげるわと、自分から言ってくれたらいいじゃないと。本当にでもうこの河川水門回収ダム発電とかも本当は皇居とかもそうですし、でもう佳子ちゃんに対してこれ一応一言ぐらいは言わせてください。だからその精子の生産されなくなる薬とか、その女性バージョンの件に関しても、その統計に関してね、僕に教えてくれなかったらひたすら怖い国なんですよ。わかります？エネルギーの残存量もいつまでたっても対処しない、で人減らしで何とかしようとする、いやいや自分たちが淘汰される番に一回なってみなさいよ。それプラス電波で殺しにかかってくる、僕は死んだ瞬間河川水門返しきたまずに自分たちで作ったらいいって思ってる人間多分何人かいると思いますよ、この世の中に。いるかいないかで言うとですよ、あいつが死んだらいいじゃないみたいな形でね。さすがに佳子ちゃんはそこまで思ってるとは思いませんけども、もう何設定かこれ分かんない本当に。で河川水門開始弾発電の特許の申請に関して弁理士さんとかを雇ってということであれば、例えば生活保護者である淡井圭介が東日本大震災の時も能登半島の大地震の時も1万円の寄付金を出しましたと。っていうことは誰でも1万円は寄付できるんですよ、ちゃんと節約生活をしていれば。じゃあ日本全国で議員さん何人いらっしゃるんですかと。地方議員の方も含めると全員合計すると1000人ぐらいはいるわけじゃないですか。じゃあ1人1000円ずつ出したら100万円くらいになるから、後からその河川水門開始弾発電が出来上がって、その個人の権利者のね、その売電の 2.5% 入ってきたお金で返済してくれたらいいからって、これでよかったんですよ、もともと本当は。そしたら27年前から始めてますもん。いくらなんでも誰でも1000円ぐらいは出せるでしょ。もう今の話1から最後まで世界中の人に聞いてもらったらいい。いやいやけどね、その電波の当てられ方がちょっとね本当にもう、あとはそう海戸様の声とかも紀子様の声とかもところどころ混ざったりとか、あとは久人君とかの声とかで、これ絶対ね、そのなんていうんですか、その11月行くって言ってるじゃないですか、それ行きたくさせなくなるような方法もこれ強引に多分入れてこられてると思います。でそれがスポーツ業界の犯行なのか、建築業界の犯行なのか、議員の犯行なのか、議員の犯行っていうのもあれなんですけども、理は後で説明しますね。あの建築業界に関しては万博とかだけじゃなくて、高層ビル、やめとけって言ってるのにまさしく言ってるんですよ。これだけ人口減ってきてるのに、阪神淡路大震災の頃になかった12階建てとかそれ以上のビルがいっぱい増えてるんですよ。売れるわけないから。もともとそこまで人いなかった他の地方とかに移り住んだりしてる、プラス少子化があるんだから、建物小さくなっていかなきゃなんないのに、あっちもこっちも何百棟も作ってるんですよ。無理に決まってるじゃない、売れるかどうかで考えたらって。誰よお金出してるのって。それさせてたのどうせ議員でしょ。本当の人口をまずみんな本当に公表しないから、特に議員さんが公表しない。もうだからもうそれも自民党が一番悪い、もう自民党と公明党が。だからこの間のクレーマックスシリーズで横浜 DeNA のファンの人たちがね、公明党って言いながら全
公明党が得点源。じゃあもうそれ、僕がどうにかしてるから、もうその時間帯にその公明党の人たちとかね、真面目にしていて、頭の中をね、強引に、コンピューターが搾取させてね、それで選手の方に回して、得点とかになったらいいですよ。いいですけども、その時に、もう、気も張ってない、ヘラヘラしてる時に繋げられたら、たまたまじゃないですよ。それこそなんかもう、ジャイアンツの優勝回数考えたら変でしょ。第二次世界大戦からの優勝回数。ずーっとジャイアンツばっかり優勝してたんですよ。で、しかも9年連続日本一ですよ。で、これ、ちょっと面白い話入れときますけども、一応シーンっていうかごちゃんの子供の頃の声が聞こえてきたんですけども、読売ジャイアンツの応援歌で、おー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 って最後に一応おーって言ってるんですよね。その後、レッツゴージャイアンって言ってたんでしたっけ？ジャイアンツじゃないんですよ。レッツゴージャイアンなんですよ。一応、王貞治さんいましたよ。王っていう名前の人ね。ホームラン、ギネス記録になってますけども。笑いながら応援してきて、やたらとカメラが、読売ジャイアンツのファンとかベンチとかをやたらと映してくる。それ、こちらとしては横浜 DeNA の選手を映してもらわなかったら、そこの選手、頭の中とか渡しづらいとか、それあるんですよ。逆に持っていかれるんですよ。すごい一面。そこ、絶対、イライラとかしないでね。それでも落ち着いてね。まあ、なんとか対応すると。ひどい一面、本当に。現場も、横浜 DeNA の選手が絶対見えるところの観客席に座って、勝ち負け取り組んだ方が、本当はしやすいんですけど、ただ、周り、巨人ファンとかに囲まれてたら余計なことそこから言われてきた。喧嘩になると思います。本当に本当に。だからもうね、いや、じゃあ、だからもう一つの王の方で言うと、天皇陛下のことなのか。だからまあ、皇室のことなのかね。だから、河川水門開閉式生発生の方向で考えていくと、だからもう皇室の人が行ったらいいじゃないかと。で、任命権とか法律上あるんだから、もう国連から言われてるとか、もうそういう理由とかでもいいじゃないですか。ちゃんと河川水門開閉式生発生の許可出しなさいと。今までの件、ちゃんともう世間に向かって、こういう部分で自民党間違えてましたっていうことちゃんと言いなさいとか、何かそういうような形とかね、河川水門開閉式生発生手伝ってあげるとか、それこそこうした手柄になるんだ。もう僕からしたらもう全然わけわかんないんですよ。これだけお膳立てしてるのに、だから精神を生産されなくなる薬も僕から皇室の方たちに、どうせね、これだけフェイクニュースばっかり放送してたら、嘘の報告を上げてくるから自分で、身体障害者の人たちのね、学校とか行って、で、両親の人たちとか読んで、で、その人たちに精神を生産されなくなる薬とか、それに、関する、女性バージョンのものだとか、そういったもの、どれぐらい飲まされたことありますかだとか、いつぐらいに身ごもりましただとか、そういうことを聞いて、それはそれで、ね、僕もかなり飲まされた方だから、女性が結婚したくなるっていうのは、それはもう、それはそれで僕も受け入れるしかないと思うんですよ。ただし、そこは飲ませてきた医者とかがね、あと、その裁判をずっと長引かせてきた、邪魔していた春山整骨院の連中、そこも医療業界と組んでるから。だからもう医療業界の人間とかは片っ端からお金払ったらいいし、で、払えない部分はね、で、基本的には精神病院の連中が払わなきゃなんない。で、あとは精神の生産されなくなる薬とかを、持ってるところ、つまりフィナンシャルグループ、だから銀行と証券会社全員オールノックアウト。だから、そういうふうな形でね、じゃあ、だから、カッコちゃんが淡井圭介側で裁判を始めていけば、そのテレビのフェイクニュースとかもあるから、僕からの提案で作ってもらった番組に関しても、検証広告の法律とかあるから、その例がなかったことにして、お金を払わないみたいな権利は絶対しちゃダメ。そうじゃなかったら、社会的地位の高い人間とかで、テレビ局のアナウンサーとか固めてるんだから。ものすごく、
だからもうヒトラーと大して変わらない。フィナンシャルグループとかもくっついてくる、くるから。だから、この国を一から立て直そうと思ったら、僕の裁判の件で、たとえ僕の提案者番組の件に関しても、カコちゃんたちも参加して、裁判参加してもらわなきゃならない。だけどもそれをしなかったから、だからね、これ電波でごちゃごちゃ言ってくる内容に関しても、頭の中である程度のことは考えるじゃないですか。だからその不平不満を頭の中で考えただけでコンピューターが電波で攻めてくる部分とかもあるから、だからそれはスポーツが引き金になってるかもしれないですよ。だけどもそれいくらなんでもね、行っていいことと悪いことがあるわけですから。だからもう今日のところに、まあ最後の方にね、ここまで無茶苦茶や世の中は無理、淡井圭介が電話番号を公表してるのに、衰弱してる時に会いに来ようとしたり、自宅に来ないでいる者は引き延ばし作戦の者たちなので無理、何年も前から言っているっていうことを書いてるんですよ。ちょっと待ってくださいね、今日遊んだるって書いてた内容、ちょっとなくなってるかもしれないですよ。わからん、自分の本、いや、書いたはずなんですよ。もう本当腹立ってね、もう今日一日遊んだるっていうこと書いてたんですよ。本当、もうゴルフ業界、もうその、もう、他の人間の頭なんか渡したらいいじゃないって得点になったり、そのアンダーの部分でね。で、もう知ってるからゴルフ業界に関して、もう一番最初にスポーツ始まるのってゴルフなんですよ、1月に。で、去年だったと思うんですけども、マイナス1位の人が38打で、その次37打で、その次36打。いろんなその国の人たちのスポーツ業界とか、その関係者とかね。ちょ、マイナス38って、どんなことしたらそんな数字になる。普通ないからマイナス38だやりすぎやと、他のスポーツ休みになってる間に本当にもう、やっぱり僕今日遊ぶっていう部分なくなってますね。いや、もうちょっとね、もう無料で見れるアニメとかちょっともう見たろうと思ってたんですよ。この間、少し前に、YouTube で、感動できるアニメとかね、86っていうものがね、ランクインされてたんですよ。で、それはちょっと、アベマか何かで、ね、無料で見れるから、まあ、ちょっと今度見てみようかなとか思ってたんですよ。で、もう見てびっくり。昔自分がある程度言ってた内容プラス進撃の巨人プラス、もうそれ主人公が女性なのか男性なのか、こうまあ人によって意見分かれるんですけども、女性の場合は、コントロールルームで、戦闘員の人間にね、指示出してるだけの、人です。だからまあ自分は絶対安全圏内にいて前線には出ないっていう人。で、男性の方は、まあ隊長で、まあその隊員の中には女性とかも混ざってるんですけど、まあ20名ぐらいの部隊、20名もいない、10名ぐらい、10名ちょっとぐらいの部隊。で、その主人公を見たら完全に着てる格好とか進撃の巨人。コスチューム。で、壁がどうのこうのとか言い始めて。進撃の巨人。もっと思い出していったら、あ !86 って言って86やんっていう話。車。で、イニシャル D っていう暴走族の車。走り屋と呼ばれる連中。あんなことしてたら峠の谷底に次々とみんな落下していく。走り屋なんかしてなくても、秀和株式会社の北神戸店の あの店舗って、大琴山田町の神戸市北区のちょうど両方の
道をこう登っていったところの頂上あたりに北神戸店があるんですけども、まあ、頂上ちょっと手前なんですよ。まだ、50メートルぐらい上がっていったら、高さじゃなくて、進む距離が、50メートルぐらい上がっていったところが一番、高いところで、で、そこのカーブが、一番氷が溶けにくいところなんですよ。だから大雪が降った時とか、そこにもびっくりするぐらい、次から次へと車が飛び込んでいくんですよ。で、その、イニシャル D に関しても、もともと漫画の絵見たらわかる通り、あんまり大したことないんですよ、本当に。で、アニメの方が頑張って、3D を取り入れたような形で、車がね、見方によってはかっこ悪いんですけどもかっこよく見せてカーブ曲がっていくときに、ね、横に溝があってそこに主人公だったと思いますけどタイヤを無理やりはめ込んでコーナー、コースピードで曲がっていくっていうシーンがあるんですけども、あんなの脱輪だから、タイヤをバーストするか、そのまま乗り上げて出てきて、そのまま一直線に壁にぶち当たるか、どちらかぐらいしかないんですよ。ちゃんと昔、まあ、カコちゃんの世代でわかるかな、ミニ四駆って。そのミニ四駆もあれスピード出しすぎたら、簡単にコースアウトしてたんですよ。じゃあ笑うところやんかワンピースでね D についてはな D の一族については謎が多いっていうことになってますけどもともと僕が知る限り一番最初はヴァンパイアハンター D っていう、小説なんですけどもそれに関してはまあちょっと良くない部分とかに関しては訂正入れるようにっていうことで、途中から、僕は20歳ぐらいの頃からだいぶ内容がちょっとマシになってきて、かなり作者が構成されたのか、後書きのところでウクライナとロシアのフェイクニュースに関していろいろ申してたりとかしてたんですよ。だからまあちょっと構成させる相手が多すぎるんですけども、まあ、裁判の件に関しても、普通に参加してくれたらいいんですけども、ね、僕はこう、描いてる最高のシナリオっていうのを、ちょっとそれ理解してもらって参加してもらわなきゃならないんですけども、もう何にも、もうね、進まないままで、ほったらかし、本当に。やっぱり遊ぶっていうワードは抜けてますね。松山英樹すまんって一応謝ってるんですよ。で、その後に確か、もう今日は遊ぶからみたいなことを書いてたと思うんですけども、どこかに書いてたと思うんですよ。ごめんなさいね、86の話、もうちょっと もし言わせてくださいね。画面に、その、コントロールルームで、こんなパソコンのモニターがこういくつもあって、で、現場にね、指示うんぬんとか出してきて、声とか聞いたところで、顔を見てなかったら分かるわけがないっていう話があるんですよ。で、隊員の名前をよくよく聞いたら、なんかニックネームみたいな名前ばっかりついてるんですよ。まあ、こんな名前の人がいたかどうかも忘れましたけど、マッドドッグとかね、まあ、ブラックドッグかもしれませんけど、なんとかドッグ。面白い方向で頭なんか回転始めたらもうホットドッグでも何でもええやんみたいな形になるんですよ。で、そのシーンもね、昔言ってたんですよ。そうもうちゃんとあって、顔とか、名前を確認しなかったら絶対覚えれるわけがないっていう話をしてたんですよね。隊員と会話してるときに、その、隊員がね、拠点のところで、子猫が見つかったと。まあまあ、戦地かもしれませんけども、まあまあ、それで飼ってるんですよ。で、各隊員が、バラバラに、子猫に名前を付けたものだから、そのね、そのコントロールルームで指示出す、その女性の司令官。
あんな年で少佐なんかありえるわけないんですけども、どう見ても20歳前後なんですけど、その時点でもお腹抱えて、いや何やろって。じゃあ大佐の今まで何期撃墜して大佐まで現場出てないのに、どうやって少佐まで。だってストーリーの設定上相手国から攻めてこられて、もうもう防戦一方なんですよ。っていうことは戦果あげれてないんです。昇進しようないじゃないですか。で話、子猫の話に戻しますけども、各隊員がねバラバラの名前で子猫の名前呼んでるから、そのコントロールルームでいる人間は何匹いるんですかって聞いてるんです。いや、だから絶対そうなるから、ここの階段を降りていく人間とか、だから警察官の人とかも、まあ、だから裁判所に変な判例があるからだと思うんですけども、だから誰か人を撮影しちゃダメだとか、本当は撮影しといて誰かその外から絡んできてる人間だとか、そういった内容は本当は撮影していいっていう形で判例作っておかないと、こんなのもう無理がありすぎるんですよ。一人の人間が結局ね、あね、もうあとはまあ11月に行ったところでもう次裁判所で、判決らしくて、まあ書類新しく作って持っていたんですけども、裁判所は受け取りますけども、相手方にはもう出せませんとか、もうそんな状態で、ああもうこれなんとなく、ああもうこれダメだなっていう形です。でなんかこれ客観的に見た時に、僕からのアイデアの搾取を例えばゲーム会社とかもしてしまってるわけじゃないですか。一問とかはもうそれでいいっていう形で、アスキーさんの、まあ、ダービースタリオンなんとかっていうのはもうインターネットのゲームの方なんですけども、もうそれはもうそれでいいっていうことで言ってるんですけども、ベッコーさんに関してはその、僕のアイデアのそのこれっていうものがあったから、今までこういう風な内容のものを作ってきたものがいないっていう内容のもので我が殿下とか作ってきましたから、そこはもう僕もその考案者としての自負がありますし、個人の権利ものをもらえるだけの立場ではあると思ってるんですよ。ああいう風なマップだとか、兵種だとか、なんだとか、あれだとか、これだとか、でももう最初からもう全部僕は言われた通りに作られてるんですから、 100% で。あとはバランス調整は会社の方の人たちで行ってくださいと。まあその後の内容とかも、まあスポーツの勝ち負けで僕が喋ってる内容とか聞いたら分かる通り、そういった内容込みでこれ作ってるなっていうことが分かるっていうような形になっていて、まあ僕もその辺のところ言ってるんですよ。で、だからまあその 2.5% さえあったら、まあ、番組関係に関してはそれは僕の自分の生活の方で、その年金の方がね、厚生年金は27万円しかかけれてないんですよ。それ大阪ヒルトンで働いた時の、ほぼ4ヶ月分くらい、10月1日からやっと厚生年金入れてもらって、だからあの手続きも変なんですよ、人材派遣会社って。本当にもうその当時、1999年の6月ぐらいから大阪ヒルトンホテルに働きに行ってたんですけども、まあ、2000年淡路花火そっちの方に回されたんですけども、だからもう年金20何万円じゃ全然お話にならないんで、いろんなところからそのお金出してもらわなかったら、ちゃんとお金を出してもらうだけの根拠があるところですよ。だからそういったところでそういった部分を補填していかなかったら、ただし国民年金基金に関しては働いておかなければ国民年金かけれないっていうことになってるんですよ。
だから僕はテレビ局に関して僕の提案して作ってもらった番組に関しては、あの1時間あたり、こういう視聴率だったらこれぐらいでっていうのを提案してるんですよ。まあまあ、それで裁判所に出してるんですよ。でそれで認められたら、一応そういうふうな番組があれば働いてるっていうことになるわけじゃないですか。で手元に、まあ、今までの分のお金を払ってもらったら、そのお金で、とにかくまず、国民年金基金にお金をかけると。厚生年金の場合は半分は会社が折半で出してくれますし、介護保険料とかもセットですから、だからそこは老後のことがメインになってくるのであって、でそこは本当は所得税の控除とかがかかるもんでありますから、だから本当に不利な人生、歩まされてる。で阪神・淡路大震災の人間を結局搾取して、アイデアから頭の中、まあ、スポーツでいうと頭の中とかですけども、アイデアとかいろんなことを搾取して、結局東京の人たち、まあ、テレビ局の番組に関しては東京の放送のものが多いですから、だから阪神・淡路大震災の被災者を助ける話が阪神・淡路大震災の被災者から搾取する話に切り替わってるんですね。だからそういうふうなところも世の中ちゃんと公表して変えていかなければならないですし、もう何もかもですよ。でコンピューターがそのラルク・アンシェルのドラムの幸宏の声で小倉幸宏って言うんですか、僕と同い年の。まあまあ先にあの売れ始めてるバンドのところに加入させてもらった方が大丈夫だから、まあまあそういうところに入れてもらったらいいっていう形で、でまあ、入れさせてもらってるんですけども、だからね、まあ、一応テレビ出演者に関しては阪神・淡路大震災関連者、まあ、議員さんもそうですけども、そういう人たちも一部います。まあ、他の被災地の人たちも含めるとです。結構いらっしゃいます。だからまあそういうような中で、なぜ僕だけっていう、その一番重要な河川水門開閉式弾発、いつまでたっても始めれないこの体制と、あと精子の生産されなくなる薬と、あと結婚問題もそうですけども、だからちょっと最後の方にちょっと厳しい言い方を佳子ちゃんにしますけども、これこの間はい違いますわ、あれはもう絶対なしですよ。あれはもう世界中の第三者の人たちが今までの経緯を全部聞いた時に、それを聞かれた時にどう思われるかっていうことをちゃんと考えて誠実な対応今までこんなに長い時間かかってすいませんでしたとか、それは絶対一言言うべきであって、言った方がいい。それが本当に小説なり何なりになった時に、世の中に公表された時に、それが本当に検証される時代が来た時に、絶対狂ってるって思われるから、これはもう絶対に、やっぱり皇室もこれは絶対悪いみたいな形に見られても、これは一部しょうがないと思うんですよ。でこれも僕から言うしかないんですよ。僕以外に言ってくれる人がいないから、言いたくなくても僕の方から言うしかなくて、言ったら言ったで電波で攻撃されるんだったら、もうこんな社会無理ですよ本当に。っていうのはどこが間違ってるかっていうところを相手から指摘されなかったら、自分が間違えてることに気がついてない人がこの世の中大半なんですよ。だからその AI に関しても、まあ議員さんのことを言ったのは、そういうふうなシステムを、まあ作った方に関しては議員さんのところに、大半のね、それは日本始まりじゃなかったとしても、結局世界中どこの国も議員が大体物事を動かしてるんですから、まあ議員さんという形になるんですけども、だからそこはもう間違ってはいない。で、ありました、ありました。本日遊びますっていう内容ありました。ごめんなさいね。自分で自分が間違えて笑ってた方かもしれません。笑ってる時って言ったら大体間違えてますから、
ちょっと目についてなかっただけですね。本日は遊びも、だからこれね、一応ホームページに記載してる内容の通りにしていたら、それに良い結果が出るような形になってる時はなってますから、まあ、それとも喋ってる内容だとか、重要性だとか、そういうふうなところが考慮されるものですから、あとはまあ、撮影始めた時間帯とかを見た時に、ゴルフで言うと、誰が、回ってるだとか、回ってるっていうのはそのまあ試合をしてる方とかね、まあその辺のところはまあ分かるわけですから、まあ、あとホームページは KSK に言うと、まあ、国連人っていうことをね、世界中全員国連人ですっていう内容を記載してるんですけども、まあ、それがどういうような形になるかっていうのは、まあ、テレビ見ながらじゃなかったらこれ分からないんですよ、結局頭の中の渡しながらとか、まあ、そういうことをしながらじゃなかったら、で自分の考えてる内容とか選手に影響が出てきますから、ただもう今日に関してはもう時間と喋ってる内容で、物事を見れば分かるわけであって、今さっき頭の中の話をした瞬間頭の中だいぶ取られてるんですね。で休みだって書いていてもそういつまでも認めないコンピューター、この頭も悪いコンピューター、本当に、だからね、あんまりコンピューターさんの悪口も言いたくないんですけども、そこある程度話、折り合いつけていかなかったら、台風消滅とか難しくなっても人間としても困りますし、だからそこを、コンピューターのね、そのとぼける機能とかはね必要ないものであって。でものところの漢字が間違ってたんですけども、あるかないかのあるなしのありに変わってたんですけども、普通多分打ち込んだとこ時はあっても喧嘩になるだけのところを、そのありの漢字にサイバー攻撃されてるような気がします。あんまりこれ深く考えすぎても、昨日の夜中なんかはね、その内容があんまりにもひどすぎたから、睡眠薬でも本当は寝れるのに、寝れない形まで持っていかれましたから。去年も書いたと思うんですよ、去年いっぱいでもう、スポーツの勝ち負けから降りるみたいなことを書いてたんですけども、だけども強引に付き合わされる、でその悪循環がいつまでたっても終わらないような形で組まれてることによって、そのエネルギーの残存の問題からその、抜け出せないような形を作って、まあ、オリンピックだとか、他のスポーツだとかそういったところの、エネルギーの消費量を、減らしていくっていうような形になっているのか、まあとにもかくにも、もうこういうふうな状況で、あります。最後一応敬語で終わっておかなかったらなんか怖いんで、でもこれだけヘラ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 笑ってたらね、何も大体どうなるかなんとなくわかるんですけども、何の言葉が有効化されてるかもわからない部分がありますから、そのだからその家族とか親族の者たちとか関係者の者たちが頭の中出して得点とかになったらいいっていう話をしたわけじゃないですか。だからいや、獲得賞金ランキングで松山英樹選手が16億何千万っていうのを見たときに、もう何のこっちゃもうわけわかんないですよ、本当に、そんな金額支払われるわけどうせないでしょう、普通に考えたらそうだと思うんですけども。
給与の算定表みたいな形で正社員雇用みたいな形で活躍した人間がだんだん上の方に上っていって、まあ、あの賞金というような形で表記している内容でお金を分配して、で、どこのゴルフ場を閉鎖していって、どこの従業員がこう解雇されるだとか、まあ、そういうふうな形になってるんじゃないかなとか思ったりもします。ということで、まあ最後の方に、一応まあ昨日の場に関して、まあ、かこちゃんたちの方で、どうなっていたのか、その、電波でごちゃごちゃこう、いろいろ言われてきてるのかどうか、僕としても言われたくないし、いろいろ言われてきたら、そのコンピューターの声がかこちゃんとか、こう、薄い人たちの声だから、いや、だからまあ、あれこれあれこれ、もう我慢の限界が来たら、敬語なんかできなくなるから、でもそれ狙いだと思うんですよ、設定がね。あってバレたら困る人間がいるのか、もうこれだけ話が広がったらもう要因が多すぎてわからないんですよ。あ、もうこんな内容だったらね、0時00まで、もう明日の予定とかも書いてたらいいんですかね、先に。まあ、天の神様への安全のお祈りに関しては、スポーツに関して、そのテレビとかを見てるときは、そのときに大怪我が発生してないんですよ。デッドボールとか発生しても野球で例えますと。だから、それ、天の神様への安全のお祈りって、朝しても全然問題ないんですよ、本当に。だって見てなかったら、その見てないところで怪我してる人たちはいっぱいいるわけですから。で、一人でいろんなスポーツ同時に見れるかって言ったら、そんなことじゃもう試合どうなるかも分かりきってるじゃないですか。ごちゃごちゃになって大変なことになるって。まあ、こういうふうな内容で、今回、話終了させていただきます。以上です。まあまあ、そちらも大丈夫かなどうかなっていうところも含めて、言いたいこと言わせていただきました。以上です。まあ、一応予定の日に、行く予定です。予定の日に行く予定ですっていうのも変なんですけどね。まあ、まあまあ、こういうふうな喋りやすいような口調で話できたら、いいんじゃないかなとは思います。以上です。